エントランスヘリコプターによる搬送東京都立多摩総合医療センターは東京都府中市武蔵台にある東京都設置の医療機関であり東京 ER 多摩でもある2010年3月1日に東京都立府中病院により全面移転指名称を変更した東京都立省に総合医療センターが同建物内に併設されている なお同じ府中市内にある二次救急指定医療機関で、ある医療法人社団、紀閉会府中病院との関連はなく、距離も離れているため注意を要する。多摩地域の都立病院として、重要な位置づけがされており、東京 ER の一つである、東京 ER、多摩を合わせ持つ、大規模総合病院である。診療内容はほぼべての領域を網羅しているが、 難病と急性期の患者の措置を中心としており、救急と地域医師が必要と認めて紹介状を持つ患者を受診している。救急車による搬送数は1万を超える。府中地域の最北西端かつ最高標高地近く、国分寺団街の上面大地にある武蔵大の雑木林に覆われた自然が多い場所に位置する。この地域は医療機関や 研究施設が集積しており、当病院の敷地内には、東京都立神経病院、東京都多摩眼検診センター、東京都立府中療育センターがあり、隣接地には、東京都立武蔵市特別支援学校、東京都立府中看護専門学校がある。東京都の都立病院再編整備の一環で、2010年3月1日に、多摩広域機関病院として、 かつての東京都立府中病院敷地内の隣接地へ、新築、移転した。同じ、建物内には、東京都立省に総合医療センターも開設され、両病院を合わせて、建築面積21,950平方メートル、術床面積129,715平方メートル1,350床という大規模な、病院となった。屋上にはヘリポートを有し、 地下に免震構造を採用している。施設内外は喫煙場所を除いて全面禁煙である。屋上やバルコニーは緑化されており、自然環境との調和を考え設計されている。東京都が設置した三次救急施設の一つでもある。組織的に当院の一部であり、当院の緊急受付、夜間受付的な役割も果たす。原則的には、 救急診療科の医師が初診を行い、専門的治療が必要な場合や救命医療機を、脱した後は各科あるいは他の施設において治療を行う。救急患者が多く優先する必要があるため、平均入院日数は少なく長期入院者も少ない。2020年6月1日、府中療育センターと多摩療育園は、療施設の老朽化に伴い、 隣接する旧府中病院跡地で、多摩メディカルキャンパス内に移転、解消した。両施設一体となった新センターの府中療育センターでは、両施設の機能を兼ね備え、入所、通所、通園、外来診療等、重症心身障害児を含む、障害児の療育サービスを提供する。同年8月6日、旧東京都立府中療育センターの施設は取り壊される。 予定だったが、改修や、人員の確保を行い、同年10月より、新型コロナウイルス感染症専用の施設として100床を、設置し、運営開始予定であることが報じられた。三本柱は、救急医療、癌医療、週産期医療東京都東京 ER 事業案内、重症、早急な診療が必要な患者を優先、多摩総合医療センター、東京 ER、多摩、 年間受け入れ救急車台数が全国で1から2位を争うアーカイブハットイナックスリポートナンバーワン83エイプリル2010ベストエキプメント多摩総合医療センター及び小児総合医療センターかすやこ中田康史章都立多摩総合医療センター職員の新型コロナウイルス感染について東京都2020年4月8日閲覧 AB 府中療育センター、多摩療育園の移転について、独自、新型コロナ専門病院、東京都に病院で、解説方針。TBS ニュース <ht t、https コロンスラッシュスラッシュニュース t b s c o j p スラッシュ newsy e スラッシュ tbs ニュース 4046067HTML2020 年8月6日閲覧。 ありがとうございます。